めっちゃ言われてる。それでも面白い。こんにちは、鈴鹿のおっさん堀隊長です。ちょっと、サングラスはめさせてもらいます。鈴鹿市の、シャンティっていう店にやってきてるんですけど、いい雰囲気でしょ。ものすごい眩しいです。海なんで、なんだっけこれ。これボンゴレビアンコ。ボンゴレビアンコ。ボンゴレビアンコ。堀隊長に似合わないようなメニューなんですけど、すごく美味しそう。いただきます。あれスプーンがないかな。あれスプーンがない。ありがとう。いただきます。いただきます。やっぱりインスタントばっかり食べてるんで、海がねすごいね気持ちよさそうなんですよ。うまい。ボードの上にパドル、なんだっけあれ、何っていうあれ、パドルでこうやるやつ、サップ、サップのレンタルもやってるみたいですね、こちらの方ね。こんな感じ。ちょっとなわっ乗るよそれ。いいよ本当に。これチョコバナナワッフル、これチョコバナナワッフルです。すごく美味しそう。この太陽の日差しの下でね食べるっていうのもあったね。取れちゃった。ピザ